バカラ。正確な出自は分かっていませんが、おそらく1960年代のアメリカ生まれのカクテルでしょう。当時アメリカのラスベガスで流行ったカードゲームの名前から付けられたと思われます。そして高級グラスとして名高いフランス北東部のバカラ村とは無関係です。レシピのご紹介です。バー豊川ではアブソリュートブルーウォッカ 35ml、 プレミアムアガバレスブランコ 15ml、 コアントロー 10ml、 ザ・ブルーブルーキュラソー1ティースプーン、フレッシュレモンジュース1ティースプーン。シェイクという技法でお作りします。アルコール度数約34度のカクテルです。なお、これらはすべて動画下の概要欄からご購入いただけます。